めっちゃガクンって2回もなってびっくりしました。おでこと頭かな、ちょっとぶつけちゃいました。ちょっと痛かった。信じられない出来事があったのは小樽市立潮見台小学校の敷地内。先月26日、スクールバスの70代男性運転手がわざと急ブレーキを繰り返し、バスの中で下校時間を待っていた児童に怪我をさせたのです。運転手は坂道に停めてあったバスをわざと動かし、急ブレーキを2回にわたってかけたということです。市教委によりますと、バスは敷地内の下り坂に停まっていましたが、運転手はわざとブレーキを解除してバスを動かし、2回にわたり急ブレーキをかけたということです。当時バスには25人の児童が乗っていましたが、急ブレーキで複数の児童が額などをぶつけ、少なくとも2人が軽い怪我をしました。怖いってば怖かったですので、今後不安にはなりますよね。やっぱり子ども第一に考えて運転してくれればそれで、それが一番ですね、はい。急ブレーキをかけた理由について男性運転手は、騒ぐ児童を静かにさせようと故意にやった。小樽市は男性運転手をスクールバスの担当から外したということですが、警察は傷害の疑いもあるとみて捜査しています。子どもの安全も守るべきスクールバスで起きたまさかの出来事、市教委は今夜保護者向けに経緯などを説明する予定です。